Jesus Christ. なお、第一近松門大門作。 新春川中島合戦手元波伊膳一幕第2お目見え工場一幕第3一階の人作司会波より水口和夫脚色演出春を重ねて司会波海幕相勤がする役人 帰れな長尾団長消費室テルトラ高砂も太郎も大役片岡愛之助片岡愛之助 本当に今年もありがとうございました。朝起きましたら雨が降っておりましたので、どうなることやと思い心配しておりましたが、皆様のお力で出ました。本当に嬉しいございます。そして今回が第9回になりまして、先ほどお話にもありましたようにですね、去年はあっという間に15分で完売ということで、実は今年もあっという間に完売という情報が入りまして、うちも全部お客さんが断っておりましたんですが、 切符の手配って違いなので随分帰ってまいりまして、断ったお客さんを慌てて、こうしたものでございまして、宿泊するとかはなく皆様がなかなか見られないということになっておりまして、若干若干余っておりますから、チャンスです皆様。ぜひぜひお買い求めの方よろしくお願いいたします。そして今回は私1つ目は テルトラ配膳というお芝居で、これは、うちの片岡家でも13世紀前、そして、うちの加藤も大切にしておるお芝居でございまして、私今回は、おじの加藤に教わりまして、これはもう古典中の古典歌舞伎でございます。これをたっぷり皆様に味わっていただきまして、2つ目は、わずか人気演目と言われております。人気演目って言ったのか分かりませんけど、北条という、 ございまして、そして3つ目がですね、今お話にありましたように、松竹新喜劇を歌舞伎に書き直したものでございます。たくさん笑っていただきたいと思います。いろんな笑いの粒がございます。本当に皆様、今回楽しんでください。そして先ほど皆様にも、お祝いしていただきました。私、本当に結婚させていただきました。ありがとうございます。 うちの妻も今日は来ております。今日はずっとおりますので、皆さんと一緒に観光を楽しんでおりました。お見かけの際は声をかけてやってください。では、今回もどうぞよろしくお願いいたします。